どうも、阪神タイガース応援チャンネルのケンタマです。よろしくお願いします。さて本日はですね、7月12日、阪神 VS 巨人の試合について語っていきたいと思います。というわけで結果も阪神負けました。また完封負けですか。非常にしんどいですね。チャンスはね、割と作ってた印象なんですけれども、なかなかやっぱりチャンスで打てないというのが阪神タイガースの大きな課題。そして、今日もという感じになるんでしょうかね。ウィルカーソン選手がやっぱり頭で打たれてしまったりだとか、出花くじかれてしまったりとかっていうのがね、やっぱちょっとしんどい部分かなとは、大きくなってきますよね。先発ピッチャーがちょっと粘れなくなってるっていうのが、ここ最近、阪神がちょっと勝てなかった理由の一つとして大きく挙げられてる部分なので、もうちょっとだけ頑張っていただきたいなというところにはなっておりますと。切り替えて明日からやっていってもらえればいいんじゃないかなと思っております。というわけで本日のスタメンオーダーはこちらになっております。ご確認よろしくお願いします。じゃあ打撃陣から見ていきましょう。中野選手ですね。5打数1安打です。セカンドゴロ、センターフライ、レフトフライ、レフテにヒット、ファーストゴロという感じです。3打席目のレフトフライに関しては捉えられてはいるんですよ。しっかり捉えてはいるんですけれども、残念ながら伸びすぎてしまったりだとかっていう感じにはなってるかな。ヒットはとりあえず1本出てはいるので、打率においても2割8分と、ハイアベレージというところをキープはしてくれてるんですけれどもって感じかな。今日に関しては大体同じような感想になっていくんじゃないかなと思いますが、それにしても、中野選手1試合に1本ずつぐらいはね、しっかりヒット打ってくれてるのでというところにはなっております。明日も期待です。はい、続いては島田選手です。4打数1安打です。ショートへのファールフライ、レフテにヒット、センターフライ、セカンドフライという感じです。球数はね、割と粘ってるんですよね。3打席目までは。1打席目7球、2打席目6球、3打席目5球、4打席目2球という形になってるんで、粘りつつも、その2打席目ではヒット出たりだとかっていうのはね、素晴らしいところではあるんですが、4打席目、島田選手がね、そのノーアウトからランナー出塁した中で、2打席目打って、セカンドフライと、やりたいことはめちゃめちゃ見えたんですよね。めちゃめちゃ引っ張ってやろうっていう気持ちにはなったんですけれども、残念ながら打ち上げてしまったと。ここに関してはね、耐久させるのか、もう死んでもゴロ打たせるみたいな感じになるのかっていうところはね、チームの方針とか、自分の中のね、絶対ゴロ打ってやろうっていう気持ちだとは思うので、ここら辺は本人的にも反省やとは思いますが、やりたいことは見えたので、2番島田っていうところにおいてはすごく成長してくれてるんじゃないかなと思っております。はい、続いては近本選手です。4打数1安打です。ショートフライ、センターへのヒット、ピッチャーゴロ、レフトフライという感じです。ヒットに関してはまた続けてくれてるんじゃないかなとは思います。こっからまた30試合とかなったら面白いね。4打席目のレフトフライに関しては、守ってる位置が空いてよかったですね。左中間寄りに守ってて、多分定位置やったら、もう落ちててもおかしくないんじゃないかなというところだったんですけれども、ここはもう相手の采配的なところにもう完全にっていう感じじゃないでしょうか。近本選手に関しては、状態そんなに悪くなさそうだと、いい感じで当たってもいるとは思うので、ぼちぼち頑張っていただきたいなというところです。はい、続いては佐藤選手です。4打数1安打1三振です。サードへのファールフライ、サードフライ、三振、ライトへのヒットですね。とりあえず1本は出てるんですけれども、てるくんの、結構前から僕は言ってますが、甘いボール仕留められへんねーってところが非常に課題やんな。そのめちゃめちゃ佐藤くんがいいっていう状態の時でも、甘いボールをね、そんなめちゃくちゃ仕留めてるっていうわけじゃないというか、その、もちろん打ってるボールはね、やっぱり甘いボールではあるとは思うんですけれども、やっぱりね、ちょっとだけその気があるかな。割と難しいボールを打ってくれてるんやけれども、ただ甘いボールはなかなか仕留められないっていうのが、僕の中での印象なので、それが仕留められるようになったら、もうとことんまで上に上がっていけるんやろうなと思いますね。そんなぐらいじゃないでしょうか。頑張っていただきたいと思っております。はい、続いては大山選手ですね。2打数1安打2フォアボールです。レフテにヒット、フォアボール、フォアボール、センターフライという感じです。1本と、フォアボール2つと、無理に打ちに行こうとせずに、計3出塁、ほんまに素晴らしかったですね。ただ4打席目よな。いやー、マジで。先っぽーって感じやったな。僕の動画をずっと見続けてくれてる方なら知ってると思いますが、大山くんね、最近ずーっと、ほんまにずーっと先っぽなんすよね、当たってるところが。そこだけが気になる。マジでタイミングなんかな。これさえなければ、多分4打席目は多分行ってたぐらいなんですよね、正直。そんな簡単ではないとは思うんですけれども、先っぽじゃなかったら多分行ってたと思うと、個人的には思っております。大山くんやしね、特にね。こればっかりはどうにかしていただきたいかなというぐらいですかね。次回行きたいです。はい、続いては糸原選手です。3打数1安打1デッドボール1三振です。三振デッドボール、セカンドゴロ、センターへのヒットですね。
センターにヒット、これも先頭バッターとして出塁してくれました。これに関しては良かったんじゃないかなと思っております。4点差離れてたので、まあもう1打席ぐらい回ってくるんじゃないかっていうところも含みで、まあダイソーは出されなかったという感じじゃないでしょうか。まあ糸原選手に関してはね、やっぱり僕の中では2割7分っていうところをね期待しておりますので、頑張っていただきたいなというところです。はい、続いてはロハス選手です。4打数1安打1三振1併殺です。セカンドへの内野安打、ショートへの併殺打、三振、ファーストフライという感じです。内野安打、まあ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 、これに関してはなんと、ね、ここ最近のヒットっていうのはなんと、その、まあ口を悪くすると、しょっぱいヒットにはなってるんですけれども、でもしょっぱいでもヒットなので、OK っていう感じになってますかね。そして、ショートへの併殺打。まあ、これ、その、ゲッツー守備じゃなかったらおそらく抜けてるかなというような強い当たりではあったので、まあ、状態的にはやっぱり上がってきてるんやろうなとは思います。三振に関しても、まあ、そこは取るんや、真鍋さん、みたいな感じで思います。まあ、これはもう審判さんの判断なので、全部何も言わせんって感じですかね。ファーストフライ。まあ、ここに関してやっぱりね、その、ちょっとフォークが抜けてきたっていうところをね、仕留め損なってるっていう。まあ、大山選手とかめちゃめちゃわかりやすくて、状態いい時って甘いボール 100% 仕留めてたぐらいの勢いがあったんですよね。ただロハス選手とか佐藤選手とかっていうのは、そのめちゃめちゃいいな状態っていう時でも甘いボール割と打ち損じするっていう印象なんですよ。まあ、ここがどうにかなればほんまにね、グルンって一気に上がってくると思うので、ね、頑張っていただきたいなというところです。はい、続いては梅野選手です。4打数1安打2三振です。ライトへのファールフライ、三振三振、レフトへのヒットという感じです。まあそのなんて言いますか、梅野選手が右方向ライト方向にヒットが出るときってめちゃめちゃいい状態のときなんですね。まあそれ自体はわかるんですけれども、なんか鬼のように意識しすぎしてしまってもそれはそれであかんねんなというふうに思った今日の試合かな。まあ特にその2打席目の三振、まあ、中途半端な、めちゃめちゃ中途半端なスイングになって空振り三振っていう形にはなってるので、まあまあその右方向にというか、まあ、カットというかっていう感じになってしまってる、もったいなかったなとは思います。まあ、久々に出たんかなヒット。まあ、これもずっと言い続けてますが、やっぱりねそのキャッチャー2割は打ってほしいなというところですね。はい、続いてはウィルカーソン選手です。1打数無安打です。セカンドゴロですね。打撃においては次回期待です。はい、続いては小畑選手です。1打数無安打です。センターフライですね。まあ、ここら辺に関しても次回行きたいというところじゃないでしょうか。はい、続いては板山選手です。1打数無安打、1三振です。三振ですね。ツーアウトランナーなしという場面で代打出てきて、まあ、3球三振。まあ、別にそれはしょうがないよ。めちゃめちゃいいところに決められたっていうのはあるんですけれども、やっぱり割とね、その自由にやらせてあげるっていう状況なので、まあ、やっぱり、その見逃し三振っていうのはしんどいかなと思ったりする部分はある。まあ厳しいところ、めちゃめちゃ厳しかったので、まあこればっかりはほんまに何とも言えないんですけれども、やっぱりね一軍で出てくるからには、うん、まあなんかいいものを見せてほしいなという感じ。まあ今日1打席目なのでね、久々の1打席目なので、今日結果絶対残せよというわけではないんですけれども、まあ全て1打席にかけていくっていうのが代打の仕事なので、頑張っていただきたいというところですと。はい、最後ですね、山本選手です。1打数無安打です。サードフライですね。こちらにおいては次回行きたいというところです。じゃあ投手陣見ていきましょう。本日投手ウィルカーソン投手、岩貞投手、浜地投手、石井投手ですね。ウィルカーソン投手5回投げて83球5安打3三振1フォアボール4失点です。ま、今日はチェンジアップかな。うん、まあ基本的にチェンジアップがずっと浮いてたのと、まあ、ポランコ選手に打たれたのはカットボールかな。まあ、インコース。まあ、梅ちゃんが構えてるところよりも甘いところに来たので、まあ、まあ、インコース意識、あそこでファールとか空振りとか奪えれば、多分インコース意識させた上で、そのアウトコースに落とせるっていうのはあったんだろうとは思うんですけれども、あそこが甘くなってしまったら、やっぱりちょっとしんどいかなとは思ったりするかな。まあ、高め、ボールでいいで、完全にボールでいいでっていうリードだったので、まあ、ここに関しては投げミスやと思います。はっきりと。中田選手に打たれたっていうのに関しても、若干、まあ、甘かったかなという、まあ、インコースに投げ切れてなかったというところにはなるので、まあまあ、やっぱり、甘いボール、甘いボール、甘いボールっていうところをしっかり仕留められた。まあ、巨人さんは甘いボールを仕留めて、勝った。阪神は甘いボールを仕留められずに負けたという試合。もう分かりやすい構図にはなってますよね。まあ、ウィルカーソン投手がね、ちょっとね、こういう状態、まあ、初期に投げた時僕も言いましたが、その、いい感じで荒れてくれてるから、
ていう風にはなったんやけれども、で、いい時の時は、その完璧にコントロールができてるように、まあ荒れてるように見えて、あれもコントロールされてるんやでって感じやったんやけれども、今は完全に荒れてるだけっていう風になってて、さらにそこに付け加えて、もともとコントロールのいいピッチャーですよっていう状態で今荒れてるっていうなるなら、やっぱりちょっとしんどい状況にはなるかなとは思う。まあ、次回登板もおそらくあるとは思うんですけれども、ちょっとね、ここどうにかしていかないとしんどいのかなとは思ったりします。はい、続いては岩沢投手です。1回投げて10球無安打1三振無失点です。ねえ、ほんまにね、リリーフ陣頑張ってくれてるね。ほんまにね、この後、浜地投手と石井投手、この2人、まあ、計3人のリリーフ投手で今日終えられたっていうことはめちゃめちゃいいよね。まあ、明日、明後日なんかね、ちょっと雨の予報があるんで、まあ、9連戦になるかどうかっていうのは正直わからないんですけれども、やっぱりね、リリーフ陣は、まあ、ちょっとでも少なめにしてもらった方がね、まあ、後半戦、まあ、残り59試合というところではありますが、ちょっとね、楽になってくると思うので、まあ、ピッチャー陣が少なく済んだっていうのはほんまに良かったと思う。岩佐投手もね、一回ピシャリ締めてくれて良かったと思いますと。はい、続いては浜地投手です。1回投げて13球無安打2三振無失点です。最後の1球、えぐかったね。もうアウトコース、もうビッタビタのね。あれはほんまに、最近また球威が上がってきてるなーっていうところを感じるので、まぁ、ちょっとね、怪我で離脱した部分もありますが、しっかりと戻ってきてると思いますと。はい、最後ですね、石井投手です。2回投げて33球1安打3三振1フォアボール無失点です。今日は、っていうかまぁ、ね、ずっと0点で抑えてくれてはいるんですけれども、まあ、シンカーちょっと浮いてて怖いなーみたいなところが多々あったんですが、今日はめちゃめちゃ良かったね。いや、ま、それで実際三振も奪えてるわけなので、ほんまにね、いい形になってきてると思います。まあ、正直ね、その、負け試合でのピッチャーっていうのが石井投手っていうところにはなってるんですけれども、いい形になってきてるので、もしかしたらね、まあ、勝ち試合でも使ってみても面白いんじゃないかなというような結果になっているのでね、次回も期待しております。はい、というわけで本日は7月12日、阪神 VS 巨人の試合について語らせていただきました。ね、もう切り替えてやるしかないので、まあ、残り59試合頑張っていただきたいなというところです。まあ、オールスターまでに借金ゼロ。難しいかな。ね、期待だけはしております。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、あと概要欄の方に Twitter とインスタグラムのリンク貼ってるんでよかったらフォローお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。